えー、今回ね、うちでやらせてもらう公演、えー、アクションシーン多いです。まあ、そのアクションがね、嘘になっちゃうと、お客さんも感動を与えられない。お客さんに感動を与えられないということで、えー、っと、なんとですね、今日、このアクションの、まあ、先生として、香港雑技団の方から、あのー、まあ、俳優さん、来ていただきました。あの、まあ、あの、アクションを主にやられてる方なので、まあ、彼を先生としていろいろアクションを学んでいきたいと思います。えー、っと、じゃあ、あのー、自己紹介できますか あの何、ー、て言ったらそのまぁ、あうん、本格的なアクションうんまあ見てる人がわっと驚くようなアクションこれを教えてもらいたいのでじゃあちょっと真ん中の方に来てもらってああ大丈夫ですかはいで、ま、真ん中のどどうぞおおああの真ん中の方に来てもらって一応挨拶というか 真ん中の方に。めっちゃ硬い炒めてる。なんでめちゃくちゃ、めちゃくちゃ硬い炒めてる。触れてるだけやで、こっち。ちょっとだけ。こっちの方やんな、絶対。ちょ、っと触っただけ。これもう、重症レベルの炒め方、これ。炒めたて、炒めたてぐらいの炒め方してる。真ん中の方に、ちょっと。これ、どう、どうしたらいいのこれ。 どうやって来たん彼、ここに。っていうか、その、あの、病院行くホスピタル。ホスピタル。go to hospital. 英語わからない <laughs> 日本語もわからない <laughs> アクション教えてほしい。このアクション。ファーてアクションをみんなに。teach.please teach.teach us. どうしよう。<laughs> なんでこんな方痛めてんのこの人。 だ誰っていうか、どうやって来たんこの人、ここに。だ、どういう、なんか、やりとりで、ここに来た。俺、ごめん、かかってなくて。うん。誰か、呼んでくれたのこっちは大丈夫あ、あ、はい、こっち触っただけで響くんや、こっちに。あ、えここさ、触っただけで響く。えすね、テンと触っただけで肩響いてる。むちゃくちゃ肩痛いんや。 えー、この音の空気の電動だけで痛めてるやん。日常生活、一う来たすやんか、これ。香港雑技団いやんね。香港雑技団どうやって来たんこの人。どうやって返したらいいのほんだら。もう帰ってもらいたいんだけど。返し方もわからへん。あの、5本、5本。 こっち行っちたもう <laughs> あと一歩起こうってっなんかニュルンってこっち行ったどうしよう <laughs> このまま帰ってくれ <laughs> よしよしもうニュルンってこっち行くのなんなんこれなんてな <laughs> これか帰ってもらうねこっちにもねこっち帰ってもらう ちょっと。なんやねん。なんでニュルンっていくねん、こっち。<laughs> どうしよう。これなんでこんな肩痛めてんのこの人ど。どうやって来たんやろまあ、ええー、わ。追ってもらおうか。オブジェ的な感じでね。うん。アクションシーンなし。うん。走って。もう会話劇に変えよう、今回は。うん。あ、見ててください。見ててください。 よし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 。あ、帰ってきた。同じスピードでわーっと進んでいって。よしよし。あ,あ、切り替えてアクションシーンなしまあ、結局戻ってきちゃったんでね。うん。まあ、肩治るのを待って、彼が肩治ったら、まあ、あアクションシーンを教えてもらおうかなと思います。まあね、なんか喋ってんのを見てみたいかも。なんか喋れる。あ,あ、 ごめんごめん <laughs> 結構中へら痛めててかわいそうにうん、なんか寝不足みたいですよなんか寝れないみたい痛くてかわいそうにぜひ読んでくださいもしもしお母さんジャルジャルのネタサロン入会していい <laughs> 分かった。親は認めてくれない。スタイリストの近所は入ってます。ジャルジャルタワー